日程第3議第78号から議第101号までを一括議題といたします事務局長をして議件を朗読いたさせます事務局長,、はい、議長朗読いたします議第78号令和2年度盛山市一般会計補正予算第9号 議第79号、令和2年度、森山市国民健康保険特別会計補正予算第2号、議第80号、令和2年度、森山市水道事業会計補正予算第2号、議第81号、令和2年度、森山市介護保険特別会計補正予算第2号、議第82号、令和2年度、森山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算第1号、 議第83号、令和2年度森山市一般会計補正予算第1号、議第84号、令和2年度森山市介護保険特別会計補正予算第3号、議第85号、令和2年度森山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算第2号、議第86号、森山市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例案、 議第87号、盛山市職員の給与に関する条例、及び盛山市教育公務員の給与に関する条例の一部を改正する条例や、議第88号、地方公務員法第22条の2、第1項第1号により採用する会計年度任用職員の報酬等に関する条例、 および地方公務員法第22条の2、第1項第2号により採用する会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案議第89号、森山市学校給食条例案、議第90号、えー、森山市児童クラブ室の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例案議第91号、 地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例案議第92号、森山市道路専用,専用料条例の一部を改正する条例案議第93号、町の区域および名称の変更につき、規決を求めることについて、議第94号、指定管理者の指定につき、規決を求めることについて、 議第九十五号、指定管理者の指定につき、議決を求めることについて、議第九十六号、指定管理者の指定につき、議決を求めることについて、議第九十七号、指定管理者の指定につき、議決を求めることについて、議第九十八号、指定管理者の指定につき、議決を求めることについて、議第九十九号、指定管理者の指定につき、議決を求めることについて、議第105、指定管理者の指定につき、議決を求めることについて、 議題百一号指導の路線の認定につき議決を求めることについて以上市長より提案理由の説明を求めます市長、はいえー、皆様おはようございます 議員閣議におかれましては、うしともご対応の中、ご検証にてご参加を賜り、本日ここに令和2年森山市議会12月定例月会議が滞りなく開会の運びに至りましたことに対しまして、お喜びを申し上げます。さて、今年の秋は過ごしやすい天候であり、本来であれば、学区や各自治会で多くの集いや運動会、また文化、スポーツイベントが開催され、 市民の皆様が集い、交流し、楽しい時間を過ごされていたはずでございましたが、ご存じとおり、今年は残念ながら、多くのイベントが中止をされたところでございます。新型コロナウイルス感染症につきましては、気温の下がる冬場に近づきまして、札幌、東京、名古屋、大阪など、都市部を中心に、全国で感染者が拡大傾向にあり、第3波の到来と言われているところでございます。 今回はこれまで感染者が多かった20代、30代の若い方だけでなく家庭内での感染や60代以上の高齢者の感染が目立っており誰でもどこでもいつでも感染しかねない状況となっているところでございます。るる11月17 1月日ににには、県が独自に定める4段階の基準についいて、最も低いステージ1から、 1>, 1段階上のステージ2の注意ステージに引き上げられ、県民には感染拡大防止対策の徹底や徹底を施設や事業所に対しては業種別ガイドラインに基づいた対策の徹底を要請をされたところでございます。11月26日時点で滋賀県においては陽性者762例が確認をされ、本市におきましても28例が確認をされており、 まだまだ予断を許さない状況でありまして、市民の皆様に対しまして、改めて手洗い、うがい、マスク着用等の感染予防対策の徹底といわゆる3密を避けた新たな生活様式の徹底をお願いをしてまいります。また、本市職員に対しましても、現場職員を含めて、改めて注意喚起を行うとともに、感染予防対策を徹底をしたところでございます。また新型 もとまたインフルエンザとの同時流行の予防対策として中学3年生までの児童や65歳以上の高齢者や妊婦さんへの予防接種の支援措置を9月定例付き会議でお認めをいただいたところであり10月1日からスタートしたところでございます現在ワクチン不足の状況にありますが市会と連携をし引き続き鋭意取り組んでまいりますまた発熱の症状がある場合の 医療機関の受診、相談体制について、広報等でお知らせをさせていただいたところでございます。まずは身近な医療機関へ電話で相談をいただくこととなっており、現在のところ、特に混乱もなく対応をいただいているところでございます。引き続き感染拡大状況を見ながら、滋賀県や保健所をはじめとする関係機関や関係施設と密に連携を図り、適切な情報提供や検査体制および医療体制の確保に、 鋭意取り組みえ必要な場合には再生会森山市民病院の急病棟の活用も視野に入れ取り組んでまいる所存でございますまた市として引き続き状況把握をしっかり行う中でえ必要な生活支援策経済支援策え子どもたちの教育と健やかな成長を支える環境づくりにしっかりと取り組んでまいりますえこのような中え感染リスクを抱えながら医療・福祉・ごみ処理等 社会経済活動を維持する上で不可欠な仕事に従事をされている方々やそのご家族に対しまして改めて心より感謝を申し上げるところでございますまた市民の皆様に対しまして人権に配慮した行動の徹底をお願いしてまいります次に今日まで補正予算等でお認めいただき鋭意進めてまいりました新型コロナウイルス感染拡大に伴います生活支援策 経済支援策等の取り組み状況についてご報告を申し上げますまず、生活支援策の取り組み状況でございます。子育て世帯や妊婦等を対象とした森山こども未来商品券につきましては、7月初旬の配布開始から10月31日までの転入者や母子健康手帳の交付者1万7858人に配布をし、 現在まで予算費で約63%の利用状況となっております。引き続き利用について周知を図ってまいります。ひとり親世帯臨時特別給付金につきましては、現在まで児童扶養手当、受給者等507人基本給付を支給し、さらには、現況届けに来られた方々に個別に聞き取りをし、確認を行う中、直近収入が 減収したと申し出された289人に対して追加給付を支給決定したところでございます引き続き2月26日までの間新型コロナウイルスの影響により家計が急変した一人親世帯の方々に支援を行ってまいります住居確保給付金につきましては11月18日現在で48件の交付決定を行いさらに支援が必要な方については 延長給付の相談をお受けをしていいるところでございま,すまた、森山市社会福祉協議会が実施をしております、緊急小口資金貸付につきましては、10月末で333件の交付決定を行い、緊急小口資金貸付と合わせて受けられます、総合支援資金貸付につきましては、250件の交付決定を行っているところでございます。なお、総合支援資金貸付の 延長申請を希望される際には、生活支援相談室で現状をお伺いさせていただき、相談支援を実施をしているところでございます。貸付を受けておられる方の状況といたしましては、自営業の方が約3割、非正規雇用で一時的休業等を強いられた方が約5割、自己都合退職や解雇等となった方が約2割でございます。 また年齢層は8割が20代から50代のまさに働き盛りの方々であるという状況でございますことから、コロナ関連の各種経済対策の活用支援をもとより、さまざまな生活困窮状態からの脱却を目指した自立支援や就労支援について、町内外の関係各部署とともに、また社会福祉協議会とも連携を図りながら、 寄り添った丁寧な対応や支援に努めてまいりますますた、これらの支援を必要とする方に対しましては、年度末までに3回、12月、2月、3月に市、またフードバンク琵琶湖、市社会福祉協議会が中心となって、お米を含めた食料の配布をさせていただくこととしております。いずれにいたしましても、今後とも市民生活への影響把握に努め、必要な支援をしっかりと行ってまいります。 次に経済支援策についてでございます。まず、直近にまとめられました森山商工会議所の企業景況調査によりますと、資金繰りについては落ち着いている状況にあり、景況および今後の見通しとしては、全体として悪いなりに回復基調とのことでございます。このような中、3密を避けた市内飲食店利用推進事業につきましては、一層の利用推進を図るため、来月より感染防止対策を講じた中で、 補助対象となります利用人数と助成率等を見直すこととしておりますが、感染拡大状況をしっかりと見極め、必要に応じて適切な制限等を講じてまいる所存でございます。また、住宅店舗改修助成につきましても対象となります工事・請負契約日の条件を延長することで、住宅等の改修への機運の一層の情勢と市内企業への受注,受注を促し、 市内経済活性化の促進を図ってまいりますますた、株式会社未来盛山21、蛍通り商店街、中央商店街、銀座商店街が共同して、経済産業省の GoTo 商店街事業に申請をされ、採択をされたところでございます。行けば必ず何かがある商店街として、50年後も必要かつ愛される商店街となることをコンセプトに、施政施行50周年の町、盛山におきまして、 約50日間で50のイベントが実施をされますこの週末、11月29日日曜日にも、尼崎県浸水緑地において、昼下がりのマーケットや、スカイランタン、復活銀座クリスマスツリーの点灯式が催されるなど、また、12月20日日曜日の森山市の最終日まで、 駅前、3商店街一帯で数々のイベントが実施される予定でございますので、ぜひ商店街をお出かけいただきますようにお願い申し上げるところでございます。続きまして、教育の状況でございます。小中学校につきましては、新しい生活様式を踏まえながら、新型コロナウイルス感染症対策を継続した中で、日々の学習活動に取り組んでおります学習進度もようやく例年並みに追いつきつつきあります。 体育大会、運動会等の行事も規模縮小等により工夫、見直しを図りながら実施をすることができました。また、10月30日からの3日間、図書館の多目的室とギャラリーにおいて、私立、中学校、文化部作品展示会を開催し、文化部で部活動締めくくりの場を実施をしたところでございます。 小学6年生と中学3年生の修学旅行につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、8月に宿泊での旅行の中止を決定し、その代替として、9月下旬から日帰りの修学旅行を各校において実施をされているところでございます。このような中、本年度実施をいたしました、全国学,力学習状況調査の市内、中学3年生の調査結果でございますが、 自己肯定感に関しまして、自分には良いところがあると回答した生徒の数値が、前年度よりも6.4ポイントアップをしており、76.4ポイントとなりました。また、先生から良いところを認められていると回答した生徒の数値は、8.1ポイントアップし、83.9ポイントであったことから、コロナ禍で先が見通せない現状の中、教員の個々の生徒に対する声がけが増えたことで、 生徒が身近な人から認めてもらっていると感じ、自分を大切にする気持ちが向上しているのではないかと考えられます。この結果に一喜一憂せず、引き続き子ども育ち連携の視点から、教育、保健、福祉部門が連携をして取り組んでまいる所存でございます。また、ギガスクール構想によります、小中学校の ICT 環境の整備についてでございますが、各小中学校では現在、7月から導入いたしました、3人に 1> 1人分の学習用端末を活用し、分かりやすい授業づくりのために教員が活用するとともに、児童・生徒がプレゼンテーションをする際に活用するなどしているところでございます。12月上旬には1人1台の端末が揃う予定でありまして、緊急の休校時にもしっかり対応できるように準備することはもちろんのこと、事業改善の中で分かりやすい授業づくり、子どもの学ぶ力向上のために活用してまいりたいと考えております。 教育施設の整備につきましては、森山南中学校において、8月末に完成いたしました新校舎は、9月11日から使用しており、普通教室には3年生が入り、授業を受けているところでございます。中でも大規模抗対策として設けました多目的室では、広々としたスペースでさまざまな活動に取り組むことができると、生徒や先生方に大変喜んでいただいているところでございます。 また、給食第二体育館の整備状況でございますが、新校舎の完成後の9月より着手をし、現在は基礎工事が完了し、順調に進んでおりまして、令和3年3月末の完成を目指し、鋭意取り組んでいるところでございます。並行いたしまして、グラウンド側の仮設校舎がありました場所には、クラブストを1月より整備をしてまいります。なお、森山翔子につきましては、グラウンド拡張工事を10月末に着手をし、 来年3月末の完成を目指し、学校等の関係機関と調整を行い、児童の安全を最優先に確保し、工事を進めてまいります。さて、本年、施政施行50周年という大きな節目にあたり、次の50年先を見据え、本市が目指すべき将来像や、まつづくりの方向性について、本市にご縁のある27人によります。 森山未来懇談会において提言を取りまとめていただき、さる10月12日に提言書を提出いただいたところでございます。提言書では、施政施行以来、追及をしてきた森山市民憲章に掲げるのどかな田園都市を基本に、これまで森山市が築き上げてきた自然環境や教育、文化等の豊かさをさらに追求し、50年先の豊かな田園都市を目指すための7つの取り組みについて提言をいただいたところでございます。 これらの提言内容については、市のホームページや11月15日号の市広報での折り込みをはじめ、市内4中学校の生徒約2700人に配布するなど、多くの市民の皆様に周知を図る中、次の50年のスタートである令和3年度からの森山市第5次総合計画、後期基本計画に反映をしてまいります。また、去る11月7日には、令和2年度、市 市政功労者表彰式典を開催をし、地方自治や体育、教育、商業振興、福祉の向上及び既得な行為などに尽力をされました29名、4団体の皆様に表彰をお受けいただいたところでございます。コロナ禍で感染対策を行う中、議員各議をはじめ、多くの皆様にご出席を賜り、厳粛に取り行うことができました。 受賞いただきました皆さんおかれましては、なお一層ご自愛をいただきまして、さらなる活躍いただきますよう、記念を申し上げるところでございます。次に、去る11月15日には、盛山地域共生大会を開催させていただきまして、多年にわたり地域福祉を担っていただいている、民生員、児童員、福祉協力員、ボランティア団体に対しまして、自治振興表彰を行わせていただきますとと,ともに、食でつながる地域の居場所、みんなの食堂を彦根で 運用されております NPO 法人セリガワのカッパの事務局長の川崎敦子様にコミュニティビジネスの手法を用いた福祉を中心とした松陸についてご講演をいただいたところでございます本市におきましても次年度多様な主体による地域共生社会の実現に向けたモデルとして本誌でも同様の事業が展開されるよう努めてまいります それでは、提案理由のご説明を申し上げます前に、お意思いただきまして、当面する諸課題等につきまして、その取り組み状況を述べさせていただきたく存じますので、ご理解を賜りたいと存じます。まず、本社の最重要課題であります、環境施設更新事業についてでございます。さる11月20日に公共施設調査特別委員会において、環境施設および交流拠点施設の整備状況をご視察いただきまして、ありがとうございました。 本体施設につきましては、現在、工場等のほか、管理棟、軽量等の工事に着手をしており、外壁工事や屋根工事を行いますとともに、屋内の配管や電気工事を行っており、12月末にはおおむねの建築工事が完了する見込みでございます。また、プラント工事においては、熱回収施設、リサイクル施設ともに主要な設備の設置を完了しており、来年4月からは、試運転を実施をしてまいります。 現在、工事は概ね計画通り進捗しておりまして、予定通りの令和3年10月の稼働に向けまして、事業を鋭意進めてまいります。また、環境施設更新に伴います、新たなごみの分別の説明会につきましては、現在、12自治会で13回、延べ336人の参加をいただく中で、各自治会に直,直接職員が出向き、説明をさせていただいているところでございます。さらに、33自治会より88回の 依頼がありまして3082人の参加が見込まれているところでございます今後におきましても市民の皆様に丁寧に分かりやすく説明を行ってまいります次に温水プールを含みます小売拠点施設の整備につきましては外壁屋根工事を概ね終了し現在内装工事や設備工事を進めているところでございます今後は建築工事に並行して駐車場工事や外交工事などを行ってまいります 現在、工事は計画通りに進捗をしておりまして、令和3年4月の教育開始に向けまして、引き続き事業を進めてまいります。また、施設の管理運営を行います、指定管理につきましては、去る11月12日に開催されました選定委員会において、指定管理者候補を選定をいただいたところでございます。これを受けまして、本定例会議におきまして、指定管理者を指定する議案を提出させていただいているところでございます。候補者からは、 市内在住の65歳以上の高齢者を対象に、1ヶ月の定期券の発行が提案され、プールは2000円、温浴施設は1000円での発行や、密集学時は入場無料とする予定であり、多くの市民の皆様にご利用いただけるよう取り組んでまいります。環境学習都市宣言記念公園の愛称につきましては、4歳から91歳までの幅広い世代の方々から、総数178もの応募がありました。 その中から、施設の意図やイメージ、愛称に込めた思い、名前の親しみやすさなどを基準に、森山市ごみ水環境問題市民会議の愛称選定委員会において審査が行われ、市民が共に学び、考え、行動することを目標に、市民が集い、憩い、自然環境、エコーを考え、市民が響き合うエコーの場となることを願って提案されました、森山エコパークが選定をされました。 開演後、多くの皆様にこの愛称で末永く愛される公演となるよう準備を進めてまいります。次に待機児童対策でございます。令和3年度の入所申し込み状況といたしましては、市全体の入居実者数が平成25年度ピークに減少傾向にありますものの、9月18日の一斉申し込み終了時点におきまして、在園児を含む総申し込み者数が2,357 とととななりり対前年比では62名増という結果となっておりますこのように増加する保育ニーズへの対応を含めまして、待機児童対策といたしまして、子ども・子育て応援プラン2020に基づきまして、令和3年4月に向けまして、待機が生じている定年齢時の受け皿として、小規模保育所5か所の整備によります、定員95名の増とと,ともに3歳児 3歳以上時への対応として、森山幼稚園の認定こども園化を進めてまいります。また、令和4年度、解消を目指しております、中規模保育所に整備につきましては、しっかりと地元自治会等との調整を行いまして、準備を進めてまいります。一方、受け皿の確保と並行いたしまして、もう一つの課題となっております。 保育人材の確保につきましては、1人でも多くの保育人材を確保するため、去る11月13日には市内の商業施設におきまして、保育人材バンクの出張イベントを開催をしたところでございます。多くの方にご登録いただくとともに、登録された皆様の早期就労に向けまして、コーディネーターによります丁寧なマッチングを行ってまいります。加えまして、滋賀短期大学付属れ保育園のの併設の 研修施設におきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、事業が凍結をされておりましたが、11月以降、家庭的保育者等基礎研修、並びに子育て支援員研修を開催し、1人でも多くの子育て支援員等を養成し、保育人材の確保につなげてままままいいりりりすいずれにいたししししてても令和3年度に向けまして待機児童対策にしっかりと取り組んでまいります。 次に地域共生社会の実現に向けた取り組みでございます。本市におきましても、制度の縦割りを超えて、世代や属性を問わない包括的な支援体制の構築に向けまして、8月に町内の検討チームを立ち上げ、複雑化、複合化したご家庭が抱えている課題、問題が解決できる仕組みや体制を検討してきたところでございます。12月には検討チームでの議論を踏まえ、 全庁的にさらなる議論を深めるべく、部長級職員で構成する地域共生社会推進本部会議を立ち上げ、事業の具体的な実施に向けて議論をしてまいる所存でございます。なお、現時点での検討内容につきましては、文教福祉常任委員会協議会でご協議いただくこととしておりますので、よろしくお願いを申し上げます。また、併せまして、令和3年度からの3カ年を計画期間といたします。第8期高齢福祉計画。 介護保険事業計画および障害者計画、障害福祉計画および障害児福祉計画を一体的に策定をする、森山障害福祉プランにつきまして、策定を進めているところでございます。高齢者や障害者の方のニーズの多様化や、社会環境の変化、国、県の動向の把握、また、地域課題や実績を踏まえる中、支援を必要とする方への支援や、 適切なサービス提供等、高齢者や障害者の方、すべての市民の皆様が共に支え合いながら、地域で安心して暮らしていただけるよう、福祉施策の充実を図ってまいります。次に、新庁舎整備について申し上げます。DB 事業につきましては、9月に入札広告を行いまして、11月上旬には、V 提案、事前確認書にかかります個別対話を実施をし、その後、中旬には、 参加表明の受付を行ったところでございます今後、総合評価にかかります提案の審査等を行いまして、令和3年2月に DB 事業者を選定し、3月には契約議決をお願いする予定としております。最適な事業者を選定できるよう、引き続き公平かつ公正、また適正な事務手続きを進めてまいります。また、来年度以降の建築工事の着手に伴いまして、 敷地の利用に制限が生じてまいりますが、できる限り不便のないよう準備を進めてまいります。議員の皆さんもおかれましても、ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。次に、令和3年度予算編成についてでございます。去る10月19日に、令和3年度予算編成方針を通達し、来月18日には、各、あ、もとえ今月18日には、 各部局から新年度の予算要求書の提出を受け、いよいよ予算編成に向けた事務がスタートしたところでございます。また、11月13日、17日および19日には、議会の皆様から来年度予算に向けたさまざまな課題事項等のご要望をいただいたところでございます。来年度に向けましては、コロナ禍によります経済活動の停滞や納税猶予、減免制度等の創設により、資税収入が大幅に減少し、 単年度で約15億円、え今後3年間では約48億円の財源が不足すると見込んでおります。えそのような中にあっても延伸をいたしております。市政成功50周年を記念する各事業は、夏ごろの開催を計画するとともに、最重点施策として取り組んでおります。 環境施設の更新や新庁舎の整備、中学校給食の建設など、特別事業として取り組む大規模建設事業におきましては、これまで積み立ててまいりました基金を有効かつ効果的に活用する中、計画通り取り組んでまいる所存でございます。また、人口増加や少子高齢化の進展によります、社会保障や時代を担う子どもたちの教育については、さらなる充実策を、 重視策を講じる必要がありますが一方で財源確保に苦慮することも見込まれ健全財政を維持していく上で多くの懸念材料や課題が存在をするところでございますこのような困難な状況におきましても変革期をと変革期と前向きに捉え就任以来掲げております住みやすさ日本一が実感できる町森山実現に向けまして選択と集中の理念のもとこれまで以上に 事業の重点化を図りますとともに、ICT 化をはじめとする働き方改革を推進し、ウィズコロナ時代における新たな日常への対応とともに、50年先の豊かな田園都市を目指した基盤となる施策展開を進める予算編成としてまいる所存でございます。以上、当面、数子課題等についての考えとさせていただきます。そそれでは、たたただだいいまま上程をいただきました予算案案件件案件7件、件件、件件8 7のの他案件9件の 計24件につきましして提案理由をご説明申し上げますますた、合わせまして、報告関係2件を送付させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。まず議第78号は、令和2年度森山市一般会計補正予算第9号で、歳入査歳室それぞれから9806万3000円を減額し、補正後の予算総額を446億5443万円とするものでございます。 目的ごとに計上しております、職員人件費につきましては、人任勧告を受け、本市の特別職並びに一般職の職員および教育公務員の給与改定による職員給与費等の補正並びに人事動員によります人件費の精査に伴う補正を行うものでありまして、また併せまして、特別会計の職員給与費等に係る一般会計繰出金の精査に伴う補正をお願いするものでございます。また議第79号議第第号号 議第81号および議第82号は、国民健康保険、水道事業、介護保険および高齢者医療事業にかかります特別会計および公益企業会計について、一般会計と同様の理由によりまして、食員人件費の精査に伴います、補正を行うものでございます。また関連する条例案件といたしまして、議第86号、議第87号および議第88号は、 人事院勧告を受け、国家公民の給与制度が見直されることに準じまして、所要の条例改正を行うものでございます。以上申し上げました、議第78号から議第82号までの予算案件、および議第86号から議第88号までの条例案件につきましては、期末手当等の支給の関係から、本日初日での議決をお願いするものでございます。次に議第83号は、 令和2年度、森山市一般会計補正予算第10号でありまして、さ々にそれぞれに5億2789万3000円を追加をし、補正後の予算総額を451億8232万3000円とするものでございます。その主なものにつきまして、ご説明を申し上げます。新型コロナウイルス感染症対策でいたしまして、総務費関係では、公共施設予約システムの導入経費の追加、および次年度への明教繰り越しの補正を、 民生費関係では、新規や延長の申請が見込まれます住居確保給付金の増額、商工費関係では、県制度に上乗せをし、中小企業の今後の事業活動を支援いたします、経力強化事業補助金および資金繰り支援として、県制度融資のセーフネット資金利用にかかります、利子補給金の増額、教育費関係では中止となりました、宿泊を伴う修学旅行のキャンセル料の 支援経費および利用者が減少する市民ホール、市民運動公園および安川歴史公園、サッカー場の各指定管理施設に対する事業継続にかかります支援経費などをお願いするものでございます。また、併せましてこれまで実施をしてまいりました新型コロナウイルス感染症対策35事業に対しまして、各事業の進捗状況を勘案する中、国から交付されます新型コロナウイルス感染症対応、地方創生臨時交付金を充当するため、 財源構成をお願いいするものでございますまた、その他の補正といたしまして、総務費関係では申請数が増加をしております、マイナンバーカードの交付体制充実にかかります、経費の増額をお願いし、民生費関係では前年度の実績に基づきます、生活保護費等の社会保障費にかかります、国家・国庫負担金等の返還金、また、障害者の自立支援給付費や、障害児 通所サービス給付費等につきましては、対象者の増加、法人立保育園等給付事業費におきましては、入所・園児数の増加や、国制度の改正等によりまして、給付費に不足が生じることが見込まれますことから、増額の補正をお願いするものでございます。衛生費関係では、感染症の影響により、受診者が減少しております、99秒診療所の運営経費負担金の増額、 来年10月の分別区分見直しに伴い、改修が必要となります、ごみ集積所の緊急対策事業補助金の追加などをお願いし、農水産業費関係では、当初見込みより増加する新規就農者への農業次世代人材投資資金交付金の増額、および落雷等によりまして、緊急に修繕が等が必要となりました、農業生産基盤にかかります、整備補助金の増額をお願いするものでございます。 土木費関係では、県事業の進捗に伴う建設事業負担金の増額、消防費関係では自治会における防災施設、設備の整備等への補助金の増額、教育費関係では感染症対策として、夏季休業期間の短縮や換気しながらの事業実施などから、不足する小中学校の光熱水費の増額、また、待機児童対策の解消に向けまして、新たに 幼稚園型の認定子どもに移行いたします森山幼稚園の施設改修および運営備品等の整備経費、来年5月30日に予定をしております、ルシオルアースあ元いル,シオルアースアートフェスティバル開催準備経費などの補正をお願いするものでございます。また、各費目を通じて、本年1月から3月にご寄付いただきました、ふるさと納税につきまして、ご寄付の移行に応じた事業に充当するため、 財源構成をお願いいたしますとともに、会計年度、任用職員にかかります人件費の精査をお願いするものでございます。次に、債務負担行為の補正でございます。次年度以降の事務並びに事業推進のための準備行為として、全体で16事業の債務負担行為の補正をお願いするものでございます。その内訳といたしましては、来年度以降の業務などの実施にかかるものが6件。 来年4月に共用を開始いたします、交流拠点施設をはじめとする公の施設の指定管理者の指定にかかるものが7件のほか、令和3年5月27日に延伸をされました、東京2020オリンピック聖火リレーにかかります、警備業務経費、新庁舎におけます、情報ネットワークの構築検討にかかる設計費、および制御機器の動作不良が発生をしました、石部投資港の設備更新にかかります、 分担金についてお願いをするものでございます。以上が一般会計の補正の主なものでございます。次に議題84号は、令和2年度、森山市介護保険特別会計補正予算第3号で、参院総それぞれに360万6千円を追加し、補正後の予算総額を54億303万1千円とするものでございます。令和3年度の介護保険制度改正に伴いまして、必要となります。 システム改修経費の追加とともに、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯の保険料減免に対し、国からの財政支援を受けるため、財源構成をお願いするものでございます。併せまして、本年度末で委託期間が満了いたします、北部地区地域包括支援センターにかかります、令和3年度から5年度までの運営委託料にかかる債務負担行為の補正をお願いするものでございます。次に、議第85号は、 令和2年度、森山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算第2号でありまして、再査それぞれに88万円を追加し、補正後の予算総額を9億1497万5000円とするもので、令和3年度施行の税制改正等への対応に必要となるシステム改修経費の追加をお願いするものでございます。続きまして、条例案件についてご説明を申し上げます。 議第89号の森山市学校給食条例案につきましては、令和3年4月から学校給食の管理及び運営を、森山市学校給食協会から市に移行し、給食会計の公開経過により、透明性の向上を図りますとともに、地元産食材のさらなる活用を通じて、食育を推進し、望ましい食習慣の形成に寄与することなどを目的に、 市が学校給食事業を実施するため、必要な条例を制定しようとするものでございます。給食運営に際しましては、協議会を設置し、必要な事項を協議するほか、地産地消率を含めて運営状況を毎年公表してまいります。次に、議第90号につきましては、森山市児童クラブ室の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例案につきましては、児童の受け入れ枠の ををを拡大すすす。るるたため、森山小学校内に新たにに新放課後児童クラブを設置することに伴いいままして、必要な改正を行うものでございます次に議員第91号の地方税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例案につきましては、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴いまして、延滞期の特例に関する規定の文言が見直されるため、関係条例に必要な改正を行おうとするものでございます。 次に議会第92号の森山市道路専用料条例の一部を改正する条例案につきましては、令和2年度に国の道路専用料が改定されたことに伴いまして、それに準じて本市における道路専用料を設定するため、所要の改正を行うものでございます。次に、に議題93号につきましては、 環境学習都市宣言記念公園交流拠点施設の共与開始および新環境センターの稼働に当たりまして、当区域を環境学習都市宣言記念公園に町の名称を変更することについて、地方自治法の規定に基づきまして、議決を求めるものでございます。次に議題94号から議題100号までの7件につきましては、いずれも公の施設の指定管理者の指定について、去る11月12日に開催されました、指定管理者候補者選定委員会において、その 候補者を選定いただきましたことから、地方自治法の規定に基づきまして、議決を求めるものでございます。次に議題101号は、指導30路線認定につきまして、議決を求めるものでございます。最後に、報告第17号及び報告第18号につきましては、委任、専決処分したことにつきまして、 地方自治法の規定に基づきまして、報告をさせていただくものでございます。以上、本日提出をさせていただきました案件につきましての提案理由とさせていただきます。何卒十分なご審議をいただきまして、しかるべきご賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。ありがとうございました 3時休憩いたします。